ちょっ。さあ、ということで、プロ野球も開幕しましてですね、今日はですね、6月23日ということでですね、開幕3連戦終わりまして、火曜日、今日からですね、6連戦がエンドレス続くっていうプロ野球スケジュールになってきましたけどもですね、昨日、月曜日に出した開幕3連戦総チェック、ご好評いただき、であれをまた続けてほしいということでですね、毎週、だから週2本行こうかな、今、まあ、予定なんで、どこまでできるか分かんないし、僕も試合見なきゃいけないんで、どこまで試合見て追いかけれるか分かんないんで、絶対とは言えないですけど、もしできたら、火水木の3連戦見て、金曜日のお昼過ぎぐらいには、その3連戦の総評を出して、で、月曜日に、まあ、週末の3連戦、まあ、1週間総括でやっていくっていう、週2本ね、プロ野球の流れ の試合を、まあ、さっきチェック。まあ、できればいいかなと思うんですけど、まあ、ここら辺はまあ編集の具合とか、僕が試合見えてるかとか、まあ、いろんな兼ね合いあるんで、どこまでできるか分かんないですけど、月曜日はね、やっていきたいかなと思います、その総チェックをね。だからまあ月曜日、総チェックやりだすと、あのプロスピがあの月曜日だったんですけど、あの火曜日にお引越しということでですね、あのプロスピは火曜日にやっていきたいかなと思いますけど、そこは随時更新していくんで、あの毎日ね、皆さん、佐々木チャンネル。チェックしていただければなと思います。さあ、ということで今日はですね、なんと、あ、そうだ、一番最初に言わなきゃいけないのが、これ多分ね、YouTuber 初じゃないかなっていうことを、この佐々木チャンネル、あの達成したんですけど、多分ないと思うんですよ、これは。YouTube で、ヒカキンさんとか、ヒカルさんとか、はじめ社長さんとか、まあ、ある、まあ、あるのかもわかんない。あったとしても僕が知らないだけかもわかんない。初じゃないかもしんないし、初かもしんない。そこはちょっとわかんないんで、ちょっと皆さんのコメント欄も見ながらですね、再チェックしたいと思いますけど、佐々木チャンネルですね、なんとですね、千葉テレビでですね、CM 流れます。すごくないですか。この、ね、YouTuber さんが CM に出ることはありますよね。いろんな商品だったりとか、この前東京都のなんとかだったりとかっていう YouTuber さんが CM に出ることはある。でも里崎の場合、この YouTube のこの里崎チャンネルが、里崎チャンネルっていうのが CM になるんですよ、千葉テレビで。それが随時 CM で流れますから、ぜひ千葉テレビ視聴区域にある皆さん、もしくは旅行なんかね、まあこの今コロナで解禁して、旅行もし仕事とかで千葉に行くことがある皆さんですね、千葉テレビでですね、里崎チャンネルの CM ぜひ見てください。はい、ということでお知らせです。はい、さあ今日ね、今日もですね、はい、今日の参考資料、じゃーん、日刊スポーツ。7月10日から J リーグもそうですけど、まあ上限5000人でファンの皆さんのね、入場を解禁するっていうところですけど、まあこのままね、何もなく、そのお客さんがね、スタジアムに入れるっていうところに、まあなればいいなと思いますし、まあお酒の販売なんかね、検討してますし、まああと風船なんかもね、できない、まあ応援もできないかもわかんないですけど、まあその球場内でね、生を見れるっていうところね、ちょっとずつね、進んでいかないと、大きく進むとね、まあ途中で中断になるんで、そこら辺はファンの皆さんも我慢してもらいながら、進んでいってもらいたいなと思いますけど、まあいい情報ですよね。一面に来てます。さあ、ね、ここも気になりますけどね、もう一面の手越今日会見、これもちょっと気になりますけど、この里崎チャンネル野球部門でして、ちょっと手越さんのことをね、あんまり言い過ぎてもあれなんで、あるよっていう、ね、この事実だけお伝えします。入国書いてますね。さあ、ということで今日はですね、今日予告選抜、じゃあ巨人広島、戸郷ジョンソンの予告先発になってますけど、まあこのね、巨人広島は、まあいわばこの開幕3連戦、両チームともに、まあ勢い、まあ広島はね、最後スコットが打たれてサヨナラ負けしましたけども、まあ基本的にはこの3連戦、いい形で締めくくれて、まあだからいい形で3連戦遅れたチーム同士の戦いですよね。だからジャイアンツは連勝を伸ばせるのか、まあカープはね、その出花をくじけるのかっていうところで、ジャイアンツの先発がこの戸郷選手ですよね。だからまあオープン戦練習試合見ましたけど、打たれた試合もありましたけど、内容自体は非常に良かったですね。フォームのバランスもいい、投げてる球はいい。まあ打たれた、打たれないはありますけど、その投球内容自体は良かったと思うんで、まあそれがね、まあだから5回目安にどこまで踏ん張れるかですね。でまあ打線、ジャイアンツ打線は好調の、パーラーも好調ですしね、まあ岡本、坂本にしてもいい形で打ってるんで、まあ5回3失点以内で収めたいですね。この5回3失点以内で収めて、打線の援護を待ちながら、
自分の投球をしていけば、やっぱり0点で抑えたいんですけど、あんまり0点って思って投球すると苦しくなる可能性もあるんで、まあね、本人初登板ですし、今季、まあ、緊張もするでしょうから、5、6回3点、クオリティスタートで抑えれば OK ぐらいの気持ちで投げれると、まあ、好投するんじゃないのかな、ね、逆にカープはですね、サヨナラ負けして、まあ、チームとしてはいい形でできてるんですけど、最後、スコットが取れて負けちゃって、変な流れできてますけど、今日ジョンソンで。しっかり頭を取れるかっていうところもね、大事ですよね。だからまあ、阪神戦でガルシアがね、打たれましたけど、まあそこはカープにとったらいい情報が流れてると思うんですよね。まあその、投球の中とか全然違うかもわかんないですけど、まあジョンソンとガルシア、タイプで言うとよく似てるタイプなんで、まあそこを研究しながらどういうふうにリード、キャッチャーが仕切れるのか、まあジョンソンで言えばやっぱりインコースのクロスファイア、ストレート、カットボールをその岡本選手、坂本選手にインコースどこまで投げ切れるかどうかが好投のサインだと思うんで、それをしっかり投げ切れるかね、なんで相手が対応してくるのかっていうところも注目ですし、まあやっぱりカーブで言えば1番のピレラスね、これを巨人打線は抑えていかなきゃいけない。やっぱピレラが出てしまうと、その後、まあ菊池選手若干ちょっとね状態が上がってきてないですけど、西川、鈴木誠也って続いていくんで、このピレラをやっぱり塁に出してしまうと大量失点っていうのもあるんで、やっぱ1番ピレラをどこまでしっかり抑えれるかっていうのがね、ジャイアンツバッテリーに、まあ、課せられた大きな使命なのかなと。あとはやっぱりその下位打線の田中康介が、まあ、6番、7番ぐらいに座りますけど、ここがうまく機能すれば、田中康介を逆下からの1番として、ピレラにうまくつなげることができれば、打線が線になって大量得点というのも考えられるんで、ピレラ、田中康介ですね。このもし開幕カードと同じ打順でいくならば、この2人を塁に出すか出さないかによって、広島の、得点力っていうかね、攻撃力が大きく変わってくるかなと。まあ、あとは、今日、カープとしては、今日、まあ、もし勝つ前提で喋るとするならば、3点差をつけて9回行って、スコットを出して行きたいですよね。やっぱりこの、ダメなものは早く回収させた方がいいんで、3点差、また1点差だとね、本人も力入るだろうし、周りの見てる人たちもね、大丈夫かって思っちゃうんで、この、最初3点差ぐらいで9回行ってスコット出して、OK、いけた、よし、からまた頑張っていこうみたいな感じをカープが今日取れれば、最高の試合展開になるし、それをさせじとどこまで頑張れるかっていうジャイアンツ打線がね、その開幕3連戦並みに奮起するのかっていうところはね、ポイントですね。だからまあジョンソンとこ、まあ注目どころは3回までですね。3回までにお互いがどこまで自分のピッチングできるのかっていうところをね、注目してみてもらえばいいかなと思います。続いてはですね、ヤクルト阪神、ヤクルトは井上は新外国人選手ですよね。で、阪神は青柳、我らが帝京大学の後輩青柳、頑張れ青柳。帝京大学の看板は今は青柳、そしてヤクルト、あ、ヤクルトにもいた塩見ね、あ、対戦帝京、青柳だけかと思ったら塩見もいた、まあ、お互い頑張れね。あと日本ハムの西村、お前も頑張れ帝京大学っていうところで、まあ一戦になりますが、やっぱりタイガースはね、開幕3連敗してしまって、こう乗り込んでいくっていう形で、まああとボーアスね、ボーアが今日どうなるのか、まあ、新聞とかで大山っていうね話もありますから、大山がね出てくる可能性もあると思うんですよね。どこだったかな、ボーアを外すのも早いと思うし、しかも今日外国人の井上っていうところで、まあ、外国人相手だと、まあ、能力出しやすいのかなっていうところもありますし、まあ今日もボーアかな、ひょっとしたら大山、まあ、あとそこどうなるか、まあ、矢野監督のね采配、あとはキャッチャーがね梅野、原口、岡本と開幕3連戦変わってましたけど、まあ、そこで3連敗っていうところでね、まあ今日は多分上野だと思いますけど、そこをしっかり流れを止めきれるのかっていうところもね注目ですよね。だからまあ青柳対だから坂口、村上、雄平、ここら辺ですかね、ポイントはこの選手たち、やっぱりその青柳はまあ、左なんで、まあ、2割5分っていうところか。だからまあこの雄平、村上、坂口、だから1番坂口、4番、じゃあまあ青木ですね、青木がちょっと状態遅れてますけど、坂口、青木、村上、雄平のこの左バッターがどこまで機能するかによって打線の活性化すると思うんですよね。でしかも青柳がねサイドスロー気味っていうところで、この左バッターたちが頑張らなきゃいけない。逆にタイガースはこの左バッターねを抑えていくことによって大量失点を防げていくんで、この左バッターのね対策っていうところがどう出るかっていうところが、まあ、タイガースからしたら注目ですし、まあ、ヤクルトはね、まあ、初先発の井上っていうところで、その井上がねどういうピッチングするのかで、まあ打線的にはやっぱり開幕3連戦ね、ちょっと締めっぽい、まあ、開幕戦は西がね孤軍奮闘で、まあ日曜日も近本のホームランっていうところで、まあ、なかなか打線が活性化していかない、まあ、なぜかボーアにチャンスが回っていくっていうこのね悪い流れもあるんで、そこがまあ
イノワに対してどこまで打線が機能するのか、まあ、打順を変えてくるのか使う選手を変えてくるのかっていうところのね、スターティングオーダー誰が並ぶかっていうところを注目して、見ていってもらえればいいかなと。まあ連敗だしね、して早めにしていかないとその流れが悪くなっちゃうんでね、そういったところ、まあ、どう出るのかってところですよね。続いて、DeNA 中日、DeNA は浜口、そして中日柳っていうところで、まあ、柳はね昨年も良かったし低めの制球キャンプで見た時もほぼピッチングは低めにしっかり投げ切れたっていうところでね、でまあなんて言っても中日はもう打線も好調なんでピッチャーがうまくまとまれば、この頭しっかり取れるのかなっていうところもありますけど、まあ、DeNA もね開幕2連敗して3連敗もうほぼ9割3連敗かっていうところでスコットを打ち崩してねサヨナラ勝ちしたっていうところで流れに乗れてると思うんですよね。そのやっぱりあとでもやっぱり DeNA は打ち切らなきゃいけないんで、まあ、本当に気になるのはオースティンですね。オースティンが、まあ、いつ頃完全に復帰するのかっていうところで最強の打撃陣が並ぶと思うんで、まあ、その復帰がどこになるのかっていうところも、まあ、注目ですし、浜口がね昨年まあ6勝5敗と、まあ、本人にとったらまあ納得できない成績、まあ、ファンの人からもねまだまだ浜ちゃんできるぞっていうねところもありますけど、それがまあ浜口のねこの投げ合いがどうなるのか、だからまあ打ち合いですね。だからもう打ち勝った方が勝つみたいな戦いになるんじゃないのかなと。中日はまあビシエド含めたクリーンナップ、 DeNA はソト、サノロペス、まあ、ここら辺のクリーンナップがどうなるのか、このクリーンナップ合戦ですね。このクリーンナップを抑えた方が勝つっていうね戦いになるんじゃないのかなと思います、ね、ここ書いてますから、パーマの浜ちゃん初球から全力投球ね、髪型変えて頑張りますってね言ってますから、それがねどう影響するのかっていうねところも注目して見ていきたいなと思います。だからまあセリーはこれぐらいですけど、だからまあいわば、巨人広島は3回まで序盤の3回で両先発がどういうピッチングをしていくのかっていうところがまあ注目ですし、まあヤクルト阪神は、まあ、青柳がねそのヤクルトの坂口、青木、村上、雄平の左バッターをどこまでしっかり抑えれるのか、タイガースから見ると打線をいじるのか出る選手をいじるのかで、どういう対策を取るのかっていうところもねキャッチャーのこの起用法を含めて注目ですね。で、まあ、DeNA 中日はもうこのクリーンナップ、クリーンどちらのクリーンナップが打つかね、これを注目して見といてもらいたいと思います。はい、さあ、バリーグ、楽天日本ハム、まあ、楽天はまあ2勝、楽天日本ハムはね、両チーム2勝1敗で開幕3連戦を戦って、まあ、いい形でね、乗り込んできますけど、まあ、やっぱりパ・リーグは、今日から同一カード6連戦、これはもう流れが全く変わらない、まあ、試合、ね、球場も変わらなければ、移動日もない、対戦相手も変わらないというところで、このやっぱり流れを変えにくい、この火曜日、水曜日、この今日明日がどうなるのか、これはですね、今日朝、テレビ朝日、グッドモーニング。火曜日担当スポーツコメンテーターでね佐々木出てるんですけど、まあ、全国的には大阪はねおはよう朝日ですやってたりとか、名古屋地区はどうですかだったかななんかやってたりとか、だから結構放送されてるのは関東地区、東北、あと広島、愛媛、沖縄は放送、あとはまあちょこちょこ放送されてる、これ全国放送じゃないんで見たことないよっていうね、うちおはよう朝日ですエレクトーンですよみたいな、ただいま7時何十何分いってらっしゃいっていうね、てるてれれれれみたいなエレクトーン、僕子供の時見てましたね、宮根さんがまだいた頃ですよね、エレクトーンのお姉さんがいてね、うさぎの見てましたけど、テレビ朝日グッドモーニング火曜日担当で、ね、今日も朝出てきましたけど、そこでもそこのスポーツコーナーでもやらせてもらったんですけど、まあ、見てない方はねぜひ来週から火曜日見てください。朝ね、番組自体は4時55分から8時まで、佐々木が出るのは6時台からっていうところですからね、ぜひ皆さんチェックしてもらいたいなと思いますけども、そこでですねそのグッドモーニングの番組調べでですね、日本シリーズで例え、まあ日本シリーズみたいなもんですよね、6連戦で言えば日本シリーズの初戦に勝てば圧倒的に有利なんですよね。で初戦に勝利すると優勝確率 60%、いわば初戦に勝つとそのカード勝ち越すっていうねっていうところになるんですよね。それが確率 60% で、2連勝すると 77% にその勝ち越すその確率が上がるわけですよね。でしかもまだ日本シリーズっていうのは同日やって月曜日空いて球場変わってか水木やってで金曜日また移動して球場変わって同日なんで、まだ日本シリーズ確かに同一カードなんですけど、移動日あって休日あったりとか球場変わるもしくは DH 制なし DH 制あるで、その中でちょっとした隙間があることによって流れって変えれたりするんですよね。でも今回のこのパリーグは同一カード6連戦、移動日休養なし、雨とか降らない限りはで、対戦カード変わらない、常に DH 制、全く流れが変わりません。そのためにも火水大事なんです。
佐々木はエースを持ってこいってずっと言い続けてましたけど、まあ、それぐらい大事、今の確率見ててもそれぐらい大事なんですよね。その戦いの火蓋が今日から始まる。しかもですね、これさっき思ったんですけど、まあ、6連戦が9週かなんか続くんですよね、全体的には。でそうなってくるとですよ、必ずエースに当たるんですよ。今までは表ローテ裏ローテ、あーラッキー山本由伸と当たらなかった、あーラッキー千賀と当たらなかったとかっていうのがね、チームとしてはあったかもわかんないですけど、必ずエースに当たるっていうことは、これ運に左右されない、もう真の実力が見えちゃうシリーズですよね。もう必ず当たるんですから。しかも先発6人揃わなきゃいけない。層の厚さもいる。だから今年は本当に面白い。真の強さが分かるパ・リーグです。だからもう僕ね、もう思い切ってね、前日行って、もう全シーズン6連戦行ってほしいですね。そんで、どのチームが真に強いのか見てみましょう。必ずエースに当たってね、やっていくっていうところでね、表裏の不運、不運、不運もないとね、その流れの中でどう戦っていくのかっていうところで、楽天、日本ハム、お互い勝ち越した、楽天、湯気、日本ハムはマルチレス、投げ合いになってきますけども、まあ湯気はね、左で昨年、まあ、台頭してきて、まあ、今年ローテーションをね、しっかり回れるか、まあ、マルチレスはね、昨年、怪我だったと思うんですけど、投げてなくて、ね、今年っていうところで、まあ、どういう風な試合展開になるのか、まあ、先に先制点取って流れつかみたいですよね。でまあハムも楽天も中継ぎ以降が安定した成績残してるんで、最初にバシッと先発、多分長いイニングどちらの投手も投げないと思うんで、中盤以降の中継ぎ投手が出てきた時にどこまでしっかりアドバンテージを持って戦えるのかっていうところですから、このね楽天日本ハムはね6回以降注目しましょう。6回以降もううまくまとめられなかったりとか、そこで逆転しきれなかったらもう前半やられたのはそのままいっちゃうんで、もう問題はね、先発交代した後の、ピッチャーの入れ替え、あとはそこでどう攻撃していくのか、途中からダイソーを使うのかっていうところで、このね楽天日本ハムの注目はね、6回以降試合が動くのか動かないのか、それ以前にもう決められてしまうのかっていうところがねポイントだと思うんでね、皆さん、6回以降ね注目していってもらいたいなと思います。続いてですね、ちょっとあれですかね、ちょっと楽天日本ハム個人名少ないぞ、ユゲとマルチネスが言ってないぞっていう方いるかもわかんないですけど、これ一人でずっと喋っていかなきゃいけないんで、短いところは短めにしていいですか。できる限りね、知られないわけじゃないんですよ。鈴木大地がねいいところで打ったとか、まあ、昨日の動画でも言いましたし、だから今日から言うと、まあ、じゃあちょっと見てみましょうか。じゃあもっと詳しくね、三木監督は言ってます、未経験だから普段通りするの。栗山監督は言います、中継ぎ投手のやりくり重要。ほら言ってる、俺これ見てなかったけど言ってるし、俺言ってること当たってるし。だから6回以降です、マルチネス630日ぶりねっていうところで、ほら俺何気に勝手に言ってるだけじゃないんだよ、監督も言ってたし。まあ、楽天で言えば茂木もなかなかっすね。だからクリーンアップは案外調子良さそうですけどね。あとやっぱ辰巳がね、もうちょっと打ってかき回したいですよね、戦力的には。まあ日本はね月曜日打線爆発して、やっぱり1位西川太田近藤ね、この昨日の動画でも言いましたけど、西川太田近藤中田のねこの前半の爆発力っていうところもあるんで、まあその分ちょっとね下位打線が寂しいんで、この下位打線がうまく回るかどうかで大量得点奪えるかどうかがかかってくると思うんで、まあ昨日もですね、まあ下位打線のね中島拓也が途中から出てそれ2安打とかね、そういった途中から出た選手、鶴岡もそうですけど、途中から出た選手の頑張りもあるんで、そういうマネジメントですね。やっぱり見ても6回以降大事やっていうのが見たらさらに分かるっていうね、だから結局見なくてもよかったっていうね、ところになりますけど、6回以降ですね。続いてはですね、西武ソフトバンク、昨年のクライマックスシリーズの再戦というところで、まあ、ソフトバンクも1勝2敗ロッテですね。で西武も日本ハムに1勝2敗と、まあ、どちらもね1勝2敗で乗り込んできたというところで、高橋光成とムーア、このねソフトバンクのムーアが前評判めちゃくちゃいいわけですよ。これが西武の山賊打線にどこまで通用するのかっていうね、もうこの今日はもうソフトバンクはムーアのピッチングっす。ムーアのピッチングに期待と、やっぱり打線は柳田の前にランナーを貯めれるかどうかですね。これが今のソフトバンク打線に一番重きを置くところだと思うんで、柳田だから西武とすれば高橋光成は柳田に打たれるのは仕方ない。でもその前のランナーを出さないようにしっかり抑えていって柳田と勝負できるようにすることが大事で、しかもですね、今年はやっぱりねグラシアル、デスパイネいないんで、その柳田の後ろを、この前はまあバレンティンですね。だからこのバレンティンがもうちょっともう取っていけばね、さらに柳田がいけるんで、この 1,2 番完全に抑
えれるかどうかがね、大事ですね。高橋コーナーですね、まあ、昨年10勝して今年もしっかり10勝上げれるのか、でムーアのピッチングで山賊打線を抑えれるのか、山賊打線が打つのか、このまあムーアのピッチングに注目と、あとはまあ柳田の前にランナー出るのかっていうところをね、注目してみてもらえればいいかなと思います。さあということで最後ロッテ対オリックス、ちなみに今日ロッテ対オリックスはですね、佐々木智也千葉テレビでですね解説します、ぜひ皆さん、この YouTube の動画をチェックして、でしかもですねチェックしたままロッテオリックスファンの、千葉テレビが視聴区域に住んでいる皆さんは千葉テレビを見て佐々木の解説を聞くとより楽しくなる。こんなって言うんで、6時15分試合はですね6時試合開始なんですけど、千葉テレビの放送は6時15分からメインチャンネルでもね、サブチャンネルでは多分6時ぐらいからやってると思うんで、その千葉テレビの第一台にをねチェックしてもらって、どちらでやってるかなみたいなね、でそちらからメインチャンネル映ったりするんで、そこら辺をね千葉テレビチェックして見てもらいたいと思いますけどですね、このオリックス対だからロッテ対オリックス戦はなんとZOZOマリンスタジアム現地に行って生の情報をお伝えします。ということで佐々木今からZOZOマリン行ってきます。行ってきます、ジャンプ。はい、ということでZOZOマリンスタジアムに、はい、到着しました。今日千葉テレビで、6時15分から、マリンズナイター、ロッテ対オリックス戦生中継、解説の佐々木智也と、はい、実況の小笠原誠さんです。はい、よろしくお願いします。さあ、ね、いよいよ、まあ、マリンで開幕ということでですね、まず今日このね2戦目、うん、この2つの試合の注目ポイントはですね、やっぱりロッテがオリックスに弱いっていうねそこはね、はい、もう去年から対戦相手かなり負け越してるっていうところと、はい、あとアルバースを全く打てないっていう、うん、だからすごい心配な材料なんですよ我々から。そうですよね、だから多分だからこそアルバースをわざとここの初戦に西村監督当ててきてると思うんですよね。あ、なるほど。でやっぱりそのロッテ打線がアルバースを打てないのは、そのプルヒッター引っ張り込めるバッターがレアードしかいないんですよ。大体の井上とか清田もそう、荻野もそうだし、田村もそうだし、うんうん、まあ右バッターがロッテは基本まあ左中間から反対方向をね、うん、引っ張り込むっていうよりも広角に打っていくバッターの方が多いんですよね、はい、だからそれがアルバースのこのインコースに対角線入ってくるストレートスライダーを詰まる、引っ張りきれないところがこの打てないところなんですよね。なるほど。だからそれを今日引っ張り込めるかどうかですね、うん、それができなかったら、まあ、去年通りの、まあ、負けが続くことにもなるし、そのアルバース そのストレートがキレがあるかどうかも、はいはい、まあ、問題なんで、うん、まあ、そこがどう出るかっていうね、アルバース この対角線のストレートスライダーを、ね、チェックしてもらえれば、うん、まあ、見やすいかなと。あとオリックスで言えばね、うん、若月が状態いいんですよ、3割7分5厘、はい、でしかもロッテキラー、なんかロッテ嫌なイメージ多いですもんね、はい、ロッテ側から見るとね。だから下位打線でうまくやられなきゃいけないんで、うん、まあ、今日二木先発じゃないですか、はいはい、だからもうね、まあ、上位も気をつけなきゃいけないんですけど、うん、下位からチャンス作られないようにしなきゃいけないんで、うん、下位は簡単にしっかり抑えていきたいですね。なるほど。あとはそのアルバースを、うん、まあ、その井上とか右バッターがしっかり引っ張り込めるか、はい、まあ、あとはやっぱりもうレアードの一発にかかってますねランナー貯めてできるだけレアードに持ってきたい。そうですね、だからそこがレアード一発出るかもによるんで、うん、しかも今日ねパ・リーグ全球団こっから、はい、まあ、同一カード6連戦その今日初戦の火曜日、佐藤さんがずっと言ってた6連戦の頭は大事だっていう、そこで流れをね引っ張り込めるか、はい、まあ、福岡ではねロッテは相性よくソフトバンクに勝ち越して、うん、で帰ってきました、うん、相性悪いオリックス今年はどうなるんや、うん、初戦確かに。で、まあ、オリックスはね3連敗するところ最後山本由伸の好投で、うん、しっかり勝って今日気分よく乗り込んできている、うん、はい、相性のいいロッテ、うん、これがどう出るかでまた今年のね命運、そして今週のどう戦いが見えると思うんで、はい、だからまあアルバースの対角線の球をロッテ打線が打てるのかどうか、うん、二木がしっかり下位打線を抑えてチャンスを増やさないのかをチェックしながら、うん、はい、千葉テレビマリンズナイター、その他のチャンネルはねやってないよ見なさいよここだけ佐藤さんの話聞けるのは特にね千葉テレビ、はい、視聴区域の皆さん、ぜひ千葉テレビ見てください。まあ、千葉テレビ視聴区域じゃない方はですね千葉に来た時にはねそうですね、ぜひ見てもらいたいと思いますありがとうございます、はい、放送は18時15分、はい、プレーボールは18時からです、うん、ぜひお楽しみにお願いします。